音来てる。音来てますか。音来てる。音来てる。来てたら教えて。音いい。ありがとう。おはようございます。振り込み詐欺、振り込み詐欺の話なんかもう散々してるから いらなくないか、誰も聞きたくないでしょ、そんなもう話飽きたよ、その話は。ちょっといろいろ準備するわ。今日は2019年3月の3日、21時58分です。ああ、こんばんは、皆さん。どうも。ツイキャスの方さ、テストって打ってみて、ツイキャスの方見えてるかな？コメントテスト。ああ、コテハン残したい人はね、ツイキャスの方移動してください。コテハン残るんで。キツネ枠で、誰って言われてもわかんないから、人数多いから、コテハンがいい人はツイキャスの方に移動してください。そしたらコテハンわかるんで。皆さんこんばんは。よく寝たわ。よく寝たわ。お疲れっす。ツイキャスの人たちは見えてたらテストって見えてるよとか書いてください。どうも。乞食配信？まあまあ、配信者はみんな乞食だからね。しょうがないでしょう。配信者はみんな乞食だから。BGM、撮影下手くそ？作成、製品見せてないのになんで下手くそかわかんの？撮影が下手かどうかなんでわかんの？あ、テストありがとう。じゃあ大丈夫だね。ルルさんありがとう。コメント色分けできてるね。大丈夫だね。こうやってコテハン残るのはツイキャスの方が残るんで。よろしくお願いします。BGM、いや、ループさせてるからね。同じようなループをずっと。カクカク？映像がカクカクってこと？え？カクカク？映像カクカクですか？風船ありがとう。アイテムありがとう。撮影下手かどうか、だから制作物を見てなくて、なんで下手かどうかわかんの？
あなたよりはうまいと思うよ。作品がうまかったら別に撮影の方法なんていいんじゃないの。声枯れてるね。うん。あ、ゆあちゃんいらっしゃい。バカありがとう。バカありがとう。うん。今大丈夫？うん。肌ありがとう。アイテムありがとう。たくさんありがとうね。ツイキャスはね、ワド監督で検索したら出てくる。ツイキャスの検索するところで、ワド監督で検索してください。で、通知フォロー入れておけば、次からは出るよ。通知フォロー入れないとダメだね。はい、お疲れっす。お疲れ様です。わりかし自分では有能な方だと思って、中卒にしては有能な方だと思ってるけど、無能ではないんじゃないかな。ワド監督だね。俺の体調はいいですよ。体調全然バッチリですよ。ワド監督ですね、僕の小手半は。ワド監督で検索しないと何も出てこない。おい、どうも、カトランいらっしゃい。ビートウェイブさん、こんばんは。よろしくお願いします。いただきます。またね、別の人からね、あの映画の支援が来たいっていうふうにお問い合わせいただいて、あの、たくさんご支援ありがとうございます、皆さん。はい、こんばんは。かりんさん、こんばんは。よろしくお願いします。楽しんでてください。300万来たのか。そうだね、うん、300万プラスだから600万ぐらい来るね。600万じゃ効かないかもしれないね。前の人の300万、300、300、900来るかもしれない。映画の見学、ああ、まあ全然いいですよ、来ても。はい。ただ、暇だよ、映画の見学なんつったって。ただ、撮影してるところポケッと見るだけだから。見学しても面白くないと思うよ。移動でバタバタしてるから追っかけるの大変だと思うよ。ロケ地とか行くの。1億来るかな、うん、1億来たらね、もうやりたい放題だよね。1億来たらポーンとね。そしたらショップ構えるかな。シルバーのショップ構えるかな。ねえ、900万の支援すごいよね。やばいよね、うん、のんちゃんが原因なのかな。俺は別の要因だと思ってるけど、のりこと別れたからなのかな。あんまり関係ないんじゃないかな。どうなんだろう。あんまり、自分のことはよくわかんねえな。いかがらず、こんばんは。お、マサルさんいらっしゃい。あ、マサルさん、マサルさんに変えたの。あれ、前のことがなんだっけ。マサルさんの方がいいんだよね、俺は。マサルさんってずっと呼んでるから。マサルさんなんかに変えてたよね、コテハン。マサルさんはマサルさんだよ、やっぱ。働いて自分の金で。え、バカじゃないの。働いて映画なんか作んないよ。映画作ってる人、自分でバイトして金稼いだりしないよ。のんちゃんに振られたね。撮影の日程は捨て頃終わってから台本作って、資金が整ってた、機材揃えて、スタッフミーティングして、まあ今年中に撮影入るだろうな、多分な、うん、インディ・ジョーンズからいらっしゃい。
ジョージ・ルーカスから。主役はワン太郎にお願いしようと思ってるけど、自分も昔テレビだけど撮影の仕事。あ、そうだったんだ。え、何やってたの？カメラ？あ、そうなんだ、撮影やってたんだ。うん、スポンサーついてきて、ありがたいことにね、スポンサーさんついてきてますね。ありがたいよね。音量は大丈夫？なんかね、耳がちょっとカラオケで爆音で聞いてたから、音小さいとかあったらボリュームとか上げるから、ちょっとみんなの配信環境に合わせるわ。大丈夫？音聞き取れる？あ、カメラ志望の AD だったんだ。そっかそっか、 AD も面白いよね。でもね、まあカメ、あのテレビの現場には入ってなくて、俺はあのミュージックビデオとかライブとか、あとなんだろう、教材ビデオとか、そういう系の現場に入ってるから、テレビのね、あの現場には入ったことないんだよね。アカデミー賞とか賞は取りたいとか別に思ってないけど、作りたいもん作りたいだけだから。じゃあボリュームは大丈夫ね。 OK。 ワン太郎をなんで主人公にしようかっつったら、あの感情移入しやすいよ。中立な男の子を主役に立てて、そこに巻き込まれていって豹変していくっていうストーリーにしたかったから、なんかザ、なんかふ、なんつうの、普通の男の子っていうのを立てたくて、それでワン太郎にお願いしてるね。まあ顔もいいし、ワン太郎は。そう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 、悪役の方が難しいね。まあまあ内容は言えないよ、守秘義務とかがあるから。まあいろんな現場に入らせてもらってるね。そうだね、いよいよ動き出したって感じで、頑張ら、踏ん張りどころだね。本当に考えながら見る映画、いや分からないよね、蓋開けてみないと。うん、それはさ、映画を完成した見る側のあれじゃん。作り手は考えさせようとかあんま考えてないから。ジェダイさん、ヒロシっていう人が誰だか分かんないけど、ジェダイさんはどうなんだろうね。大根っぽいから微妙だね。ヒロシさんっていう人誰だか分かんないな。まあまあオーディションに来てもらえたら一応何かしら映画には出演できるようにはしようとは思ってるけど、うん、気持ちはあんまり良くないと思う。メンヘラには受けるだろうけど、ごく一部のメンヘラにはすごい支持は得るだろうけど、一般の人は不快になるんじゃないかな。ドルさんは出てくれるって。企業感だね、守秘義務は。うん、アカデミーカンヌ総なめ。人気者は俺は嫌いなんだよね。映画はそうだね、わがままを通した方がいいね。そう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 。テレビとかはガチガチにコンプライアンスがあるけど、逆に表現の幅広いっていうのは映画の武器だから、うん、学園ものありだね。学園ものありだね。一回やってみたいね、学園ものは。うん、学園ものはありだよ、恋愛ものでね。そうそう、精神病を抱えてる人のことをメンヘラっていうの。まあ楽しみだよね、どうなるのか。素人がどこまでやれるのか。いや、見たい人が見るんじゃないの。見たくなきゃ見なきゃいいんじゃないの。見たくなきゃ見なきゃいいし、見たければ見りゃいいしっていう。なんか同級生から連絡来たんだけど、なんで繋がってんのか分かんないけど、 LINE が来て、なんか同窓会誘いたいって言われて、びっくりしたよね。かけながら応援、表で応援してかけて応援するのは応援じゃないから。キッズリターンいいね、キッズリターンいいね。諸情作っていうか、まあ作ることが重要だと思ってるね。そうだね、恐怖っていうか心理描写を描くのが本当に難しいかなとは思ってるね。
配信者結構たくさん出ますよ。配信者たくさん出る、たくさん出る。もう問い合わせ来てるだけで40人ぐらい決まってるから。同窓会の誘いとか来ると思ってなかったから。しかもなんか結構仲良かった女の子で、同級生がすげえ美人になっててびっくりした。いや、行ってみようかなと思って。誘われたこと今まで一回もなかったから。何十年ぶりだろう。中学生の同窓会だから、中1の同級生なんだけど、何歳だ、中学1年生で13歳だから、20年ぶりに会うんだ。20年ぶり、いいね。金魚姫お疲れ。スポンサー来てるんだって。なんで人の話が分かんないの。来てほしくないだけでしょ。あなたが俺にスポンサーつくのが嫌なだけであって、現実スポンサー来てるから。周り、いや、職種なんか俺が底辺なのみんな知ってるでしょ。マウント取りとかも面白そうじゃん。周りからマウント取られるの。いや、成田で上場企業で働いてるやつなんか全然いないよ。みんな空港勤務とかだよ。来てる来てる。東京じゃないね。多分地元だと思うけど。多分ね。成田じゃないのかな。まあ一回行ってみようかな。スケジュール合えば行ってみようかなと思って。スポンサーついたね。成功自慢聞かされてうんざりする。 それも体験かな。まあでも同級生たちが何やってんのか気になるよね。だからそれは7号さんがそう思ってるだけでしょ。スポンサーになってくれてる人は価値があると思ってるから金出してくれてんだから。成田はゴルフ場いっぱいあるからね。いやいや、スケジュールパツパツだよ俺。今、忙しいよ、すごい。超ハードワークだよ。めちゃめちゃハードだよ。2月なんかもうほんと2時間睡眠とかザラだったかんね。電車の中で寝たりとか。まあ、寝れた日は、パツパツだね、スケジュール。大変だった、2月は。3月はちょっと余裕できたけど。おい、ボーン、いらっしゃい。お疲れ。おお、いいね。星さんが並んだね。金魚姫とボーンで。同窓会自慢大会だったんだ。ショートムービーだね。30分の映画ですね、僕が作るのは。30分ですね。2月、いやいや、ずっといろいろやってたよ。大変だったよ。何やってたのって放送でいっぱい見せてたよ。放送で見せてた通りですね。すげえ忙しかったわ。いやー、でもなんとか乗り切ったね。サブっていう監督わかります？僕は影響受けました。あー、ごめんなさい、僕映画全然見ないですよ。わかんないですね、ごめんね。ミスケいらっしゃい。お、星三勢が来たね。ミスケお疲れ。最近元気？なんか放送ゆっくり見れてないよね。なんか絡めてないよね、全然。映画と動画は全然違うでしょ。 動画は普通にできるよ。ナイス、押してくれた、ありがとう。ありがとうございます。スポンサーに愛想尽かされるのが見える。いいんじゃない？俺のことはほっといて。なんでそんなやっかむんだよ。いいじゃん。夢を追いかけて何が悪いんだよ。スポンサーソニーとかから話きそう。 来ないよ。大企業は前科もスポンサーになんかしないよ。それは来ないよ。 そこまでアホじゃないよ。カールツアイスのレンズ買ってない、まだ。カールツアイスのレンズっていうか、ソニーの
レンズなんだけどね、カールツァイスが出してるわけじゃなくて、ソニーとカールツァイスが共同で開発したっていうやつが欲しくて、だからソニーのレンズなんだよね。いや、前科門は前科門だからね、別に隠すつもりはないよ。やった、過ちだからしょうがない。過去のこととはいえ、自分がやっちゃったことはしょうがない。事実だからね。レンズ全然違う。電気屋さんとかカメラ屋さんで結構使ってるんだけど、試せるのね。で、試させてもらってるんだけど、全然違う。特にカールツァイスのレンズは色味がすごいね。半端じゃない。普通の人にはあんまりわからない部分だと思うんだけど、色彩と、なんていうのかな。色の幅がすごくいいね。雰囲気、便所さん風に見える？そう？全然意識してないけど。いや、悪い過去は消せ、過去は変えらんないんだよ。他人と過去を変えることはできないから、俺は全然隠すつもりないよ。過去を隠すつもりなんか全然ない。受け入れないとね、そんな現実逃避しても意味ないし。洗濯しないっていうか、洗濯機持ってないから、1週間に1回とか10日に1回とかコインランドリーで洗ってる。服持ってないんだよね。もう穴開いてきたよ。穴が開いてきた。こんばんは。前回あるよ。2020年の夏ちょっと公開厳しいかもね。ちょっと厳しいかもしんない。洗濯機持ってないんだよね。寒い。エアコンが欲しい。服に穴開いてるね。ドルさん沖縄行かないんだ。楽しみにしてたのにな。行けばいいのにね。洗濯機買ってくれんの？ドラム式。いや、置く場所がない今。古い壊れたやつが入ってるから。ありがとうね。大丈夫大丈夫。ありがとう35号さん。夏までに直す。そうだね。いや、なるべく早く直したいね。エアコンは。声枯れてるの。昨日カラオケで何時間歌ったかな。7時間ぐらい歌ったかんね。楽しかったよ。声枯れてるね。パトロンついたね。うん、頑張る。いや、ね、電気ストーブね、ニンニが買ってくれた。明日届くと思う。ね、昨日カラオケ楽しかったね。明日新宿のヨドバシカメラ来ればレンズ買いますよ。え、マジで？え、レンズ買ってくれんの？え、マジで言ってんの？え、どういうこと？どういうこと？え、俺がヨドバシカメラに行ったら48号さんが買ってくれんの？俺に。マジで？パトロン3人ついて映画の資金つけてくれるって。え、マジで言ってんの？え、超買ってもらいたいっすね。え、マジっすか？え、マジっすか？え、何時頃行けばいいんだろう。電気ストーブ電気代高いかもね。何時でも大丈夫っすよ。明日空いてるんで。全然何時でも大丈夫っすよ。え、でもレンズ高いっすよ。レンズめちゃくちゃ高いっすよ。いや、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、レンズ超高額っすよ。支援者3人今いるね。映画の支援者さんは。そう、
いくらですか？僕が欲しいのは3本あって、全部15万オーバー。だから、簡単にポンって買えるような金額じゃないですよ、普通の人が。あれ？あれ、画面切れた。はい、こんにちは、和骨です。だからまあ、どれか買ってくれたらめっちゃ嬉しいけど、今欲しいのは広角ですね。12ミリから36ミリのゼイスのレンズが欲しいですね。あ、マジかよ。いや、ポンって。マジで？いや、悪いよ、バーキンとか売るの。悪いよ、全然。お金に余裕のある人とかだったら大丈夫だけど、なんか無理して支援とか募ってもね、悪いんで、お金に余裕のある人で全然いいっすよ。超嬉しい。クリエイティブな仕事向いてるってすごい言われるけどね、現場では。いや、大丈夫大丈夫。コメント俺さばけるから。トレーナー1枚買ってあげる。あ、全然、全然合いますよ。全然合いますよ。和道の枠って独特な雰囲気。そうかな？独特な雰囲気かな？俺普通に配信やってるつもりなんだけど、よく言われるかな、なんか。配信者っぽくないって。映画作ってますよ。作るのっていうか、もうバリバリ作ってますね。頑張ってますよ。すごいね。バリバリ伝説だよ。いやー、ありがたいよね。捨てる神あれば拾う神ありで。すげえ嬉しい。作ってる作ってる。何カットくらい撮れてるの？カットは撮れてないよ。撮影に入ってないもん。だからみんなさ、撮るイコール撮影なんだろうね。映画のスキームが多分わかんないんだろうね。作ってるイコール撮る、現場の撮影のことを指すんだよね。撮影なんかもう終盤だよ。いや、撮影は実際終盤だからね。いや、ありがたいよね。いや、脚本書いて支援してもらって、で撮影の技法を打ち合わせて確認して、カメリハ入って、そういう感じだよ。そういう感じ。カメラばかり揃えて映画なんか好きじゃないんだろう、和道さん。俺映画好きだよ。これはメルちゃんじゃないと思うよ。メルちゃんはすぐわかる。メルちゃんは同じコメント連投しないもん。これエクスパンドじゃないよ。ねえ、嬉しいよね。黒澤明さんの映画見たことないですね、僕は。脚本はどう作るのですか？いや、まあまあ、小説書くみたいなもんですよ。大丈夫、大丈夫。コメントさばけてるから。マリルボーン、こんばんは。星さんが並んでるね。俺、映画好きだよ。映画好き。まあ、でも、アニメとかの方が好きかな。アニメと漫画の方が好きだな。作るのは好きなんだけど、見るのは映画あんま好きじゃないかも。特に日本の邦画とかあんまり。まあ、さばけるね、これくらいの量だったら。全然余裕でさばける。日本の映画あんま好きじゃないね。一人で脚本を書く。本当はね、脚本書くの苦手だから、脚本家がついた方がいいなとは思ってるんだけど。なあ、ブロックしないって。コメントさばけてるんだから大丈夫でしょ。見えてるんだから。なんで黒澤明の映画なんで見ないといけないのか俺にはよくわかんないんだけどな。黒澤明映画別に見る必要なくないか。いや、それだったら57号さんがブロックすればいいんだよ。3人ぐらいブロックしたら、
57号さん自身がブロックできるから、パトロンついたね。世界の巨匠見ない、別に見なくてもいいんじゃないの。楽譜読めなくてもギター弾ける人とかいるじゃん。まあコメント別に多くないからさばけるよ全然。さすがにね、多くなったら無理だけど。市民の侍、いや見ないかな、別に。見えてる見えてる。ニコ生出身の人はコメントの量が多いから、これくらいさばけないと放送できないから、別に才能がなくてもいいんじゃん。才能がなくても全然いいと思うよ。作りたいから作るっていう動機で全然いいと思うけどな。それじゃダメなのかい？俺は才能よりもやる気の方が必要だと思う。息白いな。部屋の中で息白いってまずいよね。すげえ寒い。白い息が。本当に寒い、この部屋。のんちゃんと別れたね。振られた。相当寒いよ、この部屋。やばたんだよ。いい機材揃えないといい絵は撮れないよ。ああ、ぜひぜひ支援してください。よろしくお願いします。なんで振られたのか聞かなかったな、理由は。理由は聞かなかったね。まあでも気持ちが離れちゃったんだなと思って。まあ人をね、好きになったり嫌いになったりするのにね、理由はあんまりないんじゃないかな。まあ、嫌いになるのには理由があるか。でもまあしょうがないよ。聞いてもしょうがないし、まあ、こういう生き方してるからさ、こういう生き方してたらまあしょうがないよ。仇ではないから。慌ただしい。 何が？まあ、人を好きになるのには理由はいらないよね。ブロックはリスナーさんの方でお願いしますね。コメント見づらかったら。彼女募集中、素敵な人と出会えたら嬉しいっすね。素敵な人と出会えたら嬉しいっすね。こんな感じかな。そうそう、リスナーさんの方でブロックしたら全然問題ないよ。寒い。あれ、コメビューバグった。あれバグったな。あれ、コメントビューはバグった。映画撮ってるよ。映画撮ってる撮ってる。あれ、コメントが表示されなくなった。あ、来た来た。れ、バグったな。コメビュー立ち上げ直すわ。バグっちゃった。
治るといいけどな。あれつかなくなった。あ、ついた。あれなんだろう、重なるようになっちゃった。あー、変なになってきた。あれ、あー、見えなくなっちゃった。なんだこれ。あー、バグった。重なっちゃったね。はい、バグったな。ちょっと待ってね。どうしよう。はい、まいったな。一回枠取り直します。お疲れ様です。